今回ですね、自由照準の招待限定セッションで開始してください。複製する車はやっぱり石レトロやエレジレトロを使ってくださいね。で、今回自由照準を、使うやり方、そして相手が同じ照準じゃないか確認するやり方から説明していきます。まずはオプションでクリエイターから自由照準しますね。この状態で誰かフレンドさんやコミュニティの人に参加をしてみてください。ここで読み込みが始まって、次に、画面が出ますね。警告を丸押します。このまま丸押して飛んじゃう相手は同じ照準です。ここで注意で、照準が違いますよと出れば OK ですね。そしたら×を押して、もう一度自由照準になってるのを確認してください。そして招待限定セッションから開始していきます。まあ、出現位置はね、近く位置にしとくとね、まあ早いかなって感じですね。ではエレジ RH8 をいくつかの場所に用意します。まずは機動作戦センターの中に1台、そして、ナイトクラブ搬入口に1台ですね。それからナイトクラブガレージの2でも3でも4でもいいので、大量にエレジ RH8 を入れておくと、まあ連続でね、複製することができますね。まあこんな感じですね。では複製する車、今まではね、石レトロとか、まあ高額なやつでやってましたけれども、今回初心者さん向けにね、準備しやすいようなエレジレトロで、複製を見せていきますね。ここは別に石レトロでもいいので、持ってる人は石レトロでやってください。では違うガレージ、どこかのガレージから、エレジレトロカスタム呼びますね。でこれを地下基地内に置きます。この時機動作戦センター内にはエレジ RH8 が入ってますね。駐車場っていうか、ここの地下基地に駐車をしておきます。複製したい車両ですね。で非表示オプションからカスタムや表示を切り替えます。カスタムにすると、まあ、こんな感じでジョブトリガー出るんだけれども、室内にいると、自分の周り付近のちょっとしか見えないときは外に出てください。そうすることでオプションでマップを開くとジョブトリガーが見えます。ではナイトクラブガレージの近くのジョブトリガーを四角で開始しますね。でどんどんどんと聞こえたら、違う照準のフレンドやコミュニティの人に参加、そして注意、警告を丸、注意を×でワープしますね。ワープをしたら今度はナイトクラブガレージの方に入ってきますね。ナイトクラブガレージというかね、まあ、裏口ですね。裏口からナイトクラブに入るを押してくださいね。そうするとナイトクラブの搬入口に入ることができます。搬入口にここのエレジ RH8 があることを確認してください。そして今回はちょっと違う手順を使います。 R3 スティックの右ですね、これをポンとポンと押すと、指差しをすることができますね。これを使います。ではナイトクラブの2階のバーカウンターに向かってください。ここのお姉さんのところに行って、前回と同じようなシャンパンを買うんですけれども、まあその途中でこの指差しを使います。では左上に文字が出る位置でオプション長押ししといて、離した瞬間右十字キーを押してください。そして体がふわっと動いたのを確認して、ではオンラインから犯罪事業スターターパックを開きます。開いたら閉じて、次にシャンパンの3万ドルを選択します。3万ドルのシャンパンを選択です。そしてこのお姉さんがシャンパンを一度ふわっと見せてから下にドンと置きます。ドンと置いた瞬間に R3 のスティックをポンポンと2回押して上を向けてください。そうすると腕がしっかり上を向いていれば結構成功しますね。まあ、このようにね、すぐねシャンパンを両手で持っちゃったりしてて、まあこのまま30秒ぐらい待機しても、まあいきなりシャンパンブワーってねぶちまけちゃうようだったら、アクションメニューを開いて、このねシャンパンの購入をね中断させてくださいね。このままシャンパンをぶちまけてしまうようだったらアクションメニューを開きます。でやり直しすることができますね。ではオプション長押しの話す瞬間に右十字キー、そして、犯罪事業スターターパック開いて閉じる。そしてここで3万ドルのシャンパンを買って、お姉さんが1回見せて下に
ドンとついた瞬間ですね。ドンとついた瞬間に R3 をドンドンと2回押し込んで上スティックにしときますね。右スティックを上に向けているとこんな感じで腕がずっと上がってますね。でもこれね、ずっとやってても、下がったりします。下がってだいたい30秒以内、まあ25、6秒ぐらいだったかな、それで、このねシャンパンが腕につきます。このまま例えばコントローラーを離しておくと、視点がね、変わったりします。視点変わって2、3秒ぐらいに確認すると、まあシャンパンがね右腕にねついてたりしますね。このまま待機して、はい視点変わりましたね。で確認するとだいたいこんぐらいの時にまあついてますね。こうなったら成功です。で注意点はここからアクションとかね、それから指を刺すとか R3 押し込みとかはやんない方がいいですね。これが溶けてしまいますね。でこういうシャンパンがついた状態、要するに左上に文字出てますね、この状態で搬入口の犠牲車両に乗って外に乗り出す、これが意味ありますね。じゃないとこの車が消えないですね。搬入口の、車両を外に乗り出した時にこの車が消えないと犠牲車両とならないですね。で外に歩いて出ることができたら、ワープで、この地下基地の近くのジョブをトリガーを四角押してワープします。だいたいドンドンドンと聞こえたらもう PS ボタン素早く2回押して、違う照準のフレンドさんやコミュニティの人に参加をします。で警告丸、注意を×でワープすることできますね。ワープしたら今度は地下基地内に歩いて入ってきます。歩いて入っていった時に複製しようと思っている車両があれば OK ですね。ここで複製しようと思っている車両があれば OK です。この車両に一度乗り込むとこのナンバープレートが変わります。 1C レトロのフルカスタムとか、まあナンバープレートが見えづらいものが結構多かったので分かりやすいように今回は LG レトロで複製してます。でナンバープレート変わりましたね。ナンバー変わりましたね。そしたら必ずここで車両降りてください。必ずここで歩いて機動作戦センターの中に一度入ります。これを守らないと複製完了できないですね。では今回はこのまま歩いて前から出ていきます。区画3は必ず個人車両保管庫にしておいてくださいね。で前から出ることをやったら複製している車両、まだ保存ができていないこの車両をしっかりと保存していきます。移動作成センターの後ろに行って右十字キーを押して車両入れ替えの画面が出ますね。これで複製が1台目完了となります。でもともと LH、RH8 がこの中入ってましたね。これが今度は搬入口に行くようになりますね。ではこの複製を続けてやっていきます。この車両を今度は複製していきますね。一度地下基地を外に出します。地下基地の駐車場内ですね、駐車しますね。地下基地内に駐車して、これでオプションからマップでジョブトリガーでワープします。これは最初に機動作戦センターの中に LGRH8 を入れていたこの動画と同じようにやった場合の連続複製のやり方です。よくわかんない人は後からのやり方も確認してください。では違う照準の人に参加×で、ワープしますね。もうここからは大体同じです。犠牲車両がどこにあるかっていう、まあ、違いだけですね。でワープしたら次はナイトクラブの搬入口の方に入っていきます。最初に機動作戦センター内に LGRH8 を置いていたことで、ここにまたすぐに LGRH8 があるので、まあ、1回2回目までの複製ね、スムーズになるっていうだけですね。3回目4回目になってくるとナイトクラブガレージから変えなくちゃいけないので、ちょっとね往復が多くなりますね。文字が出る位置でオプション長押ししといて、離した瞬間右十字キーを押して、今度は犯罪事業スターターパック開いて閉じる、そして3万ドルのシャンパンを選びます。お姉さんが、このねシャンパンを一度見せたら、次に下にドンと置いた瞬間にRスティックを2回ポンポンと押し込んで上に向けます。そうすると上を指さすような感じになりますね。
多分ね、ずっと押し込んでると結構指をね、腕っていうかね、上げてるような状態になったりしますけど、別にそこまでやんなくていい感じですね。ちょこっとの間ね、上を向いていれば OK でしたね。ではこのまま放置して、視点が、お姉さんの方に向いたりしますね。変わりますね。でその2、3秒後ぐらいかな、だいたい右腕にシャンパンがくっついていると、そうなれば、複製はできますということですね。だいたい視点が変わって 2,3 秒するくらいかな。そうするとね、いつの間にかこういう感じで腕につくんですね。では今度は指差しとかアクションとかをしないで LH、RH8 搬入口にあるものに乗り込みます。でまた同じようにこの車両を外に乗り出します。乗り出して外へ出ます。歩いて出ることができれば OK ですね。ではここでまたワープをしていきますと思ったんですけど、もしかしたらここに可愛い子ちゃんが、うおー可愛い子ちゃん、なかなかいい赤いドレスじゃないか。まあよく見る顔だけど、このドレスいいんじゃない、そうかい、いいね、たまらないね。たまには息抜きしないとね。はい、冗談さておき、これでワープをまたしていきます。で、地下基地のところにジョブトリガーでまたワープします。ドンドンドンとなったぐらいで PS ボタン素早く2回押して、違う照準のフレンドやコミュニティの人に参加します。例えばね、これでゲームに、ね、接続できませんとか、まあ、いつまでも相手に読み込まないっていうのは、その人多分ね、ゲームをもう GT やってなかったりとか、違うセッションに移動しているとそういうことになります。だからそういう時はもう一度その人のプロフィールや違う人をね、検索してみてくださいね。ではこのまま地下基地に入って車両を乗り込んで、ナンバー変わってこれを移動作戦センターの後ろに近づけたら一度必ず降りる。で中に入っていく。中に入ったら、歩いて前から出ます。歩いて前から必ず出ますね。昔ね、この後ろから出るとね、フリーズしたりしたんだよね。まあ今どうかわかんないけど、必ず前から出た方がいいですね。で複製をセーブさせたい車両、これの車両を機動作戦センター後ろで右十字キーを押して、車両入れ替え画面が出て保存がとりあえず完了となります。では、ここからナイトクラブガレージにあるLGRH8 大量にありますね。これを犠牲車両として、まあ、入れ替えながらやる方法ですね。まずは入れ替えてこなくちゃならないです。入れ替えるためにナイトクラブガレージにワープします。ナイトクラブガレージにワープをして、まあ、入れ替えるときにそのナイトクラブ搬入口から車両を出したりするので、地下基地に車を置いとけないんですね。今最初に置いときましたけど、これが消えますね。だから1往復ね、余計なねことをしなくちゃいけないんですけれども、まあワープを使えば結構早いです。でナイトクラブ搬入口に入ります。搬入口に入ると、複製された、さっき複製された車両がこの中にね入ってますね。この場所に LGRH8 を置かなくちゃいけないので、ではどうするかっていうと、この車両に乗って外に出します。外に出して、これで他のナイトクラブガレージ2とか3とか4の LGRH8 が入ってるところに、突っ込みますね。満車にしとくといいですね。満車にしとかないとダメかな、どっちかっていうとね。で満車にしといて入れ替え画面出ますね。ではこの、入れ替え画面で LGRH8 と入れ替えていきます。そうすることで搬入口に LGRH8 が残るということになりますね。はい、これで次の複製の犠牲車両が搬入口に行きましたと。でここで次はこの複製の一番最初の手順というかね、12分55秒ぐらいのところからかな、まあ戻りますね。ではここでオプションからマップで、地下基地の近くのジョブトリガー開いて、違う照準の人に参加で警告を丸、注意×でワープします。でまた地下基地内に複製したい車両を配置しますね。駐車します。歩いて中に入っていきます。
さっきナイトクラブガレージから車両を乗り出したりしたので、ここの地下基地に置いといた複製したい車両っていうのは一度しまわれてしまいます。だからこの往復が1往復ね、余分に必要になっちゃうんですね。ちょっとめんどくさいかもしれないけど、まあしょうがないですね。では複製したい車両を地下基地内に駐車します。地下基地内に駐車させて、で次にまた、ワープをしていきますね。ここの地下基地内でジョブトリガーが見えない人は、まあ、地下基地の外に出てからね、ジョブトリガーでワープしてもいいです。ワープがねできない重症者のやつがうまくできない人は、普通に個人車両以外のバザードを常に CO のバザードを呼んで移動してください。ワープの代わりに全部バザードでもできますね。では繰り返す場合は12分55秒あたりから繰り返すだけですね。まあこんな感じで修正後の回避方法があったので、よかったらやってくださいね。はい、パパゲルさんでした。Sorry now.